皆さん4月になって街のあらゆるところで桜を見る機会が多いと思います。私はそんな春の景色を見るたびにいつも思い出す物語があるんです。それがこちら、4月は君の嘘、荒川直樹さん作の漫画です。このお話は漫画そしてアニメ実写映画化と本当に大人気の作品です。このお話はですね、主人公の有馬光成くん、この彼が幼い頃から母から厳しいピアノのレッスンを受けて天才ピアニストと呼ばれていたんですね。そんな彼が11歳の時に母の死をきっかけに自分のピアノの音だけが聞こえなくなるんです。そんなことあるって、その音楽をやったことない私は思うんですけど、でも精神的に追いやられて塞ぎ込んでしまうんですね。でその彼が14歳になった時、中学3年生の春に彼女宮園かおりちゃんというバイオリニストの女の子に出会います。塞ぎ込んでこう消極的な後世とは正反対で、破天荒でもうまっすぐで素直でいつでも突き進んでいく強い彼女、この2人の出会いがこの後世のモノトーンだった暗い世界をどん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 色づけていくんです。この宮園かおりちゃんが本当に魅力的で、なぜかというと彼女が発する言葉一つ一つにすごく哲学的要素があるんですね。例えばスヌーピーのお話からの名言を持ってきていたり、その音楽家としての生き様みたいなのをしっかりと芯に持ってる女の子、そんな女の子に影響されて後世少年はどんどん自分のピアノに対して、そして自分自身に対して向き合うようになります。そしてそんな彼女にだんだんと惹かれていった後世少年、自分が彼女のことを好きだって気づいた時に、まさかのもうちょっと泣きそうになるんですけど、彼女が重い病を患っているということを知るんです。その時に後世少年はやっぱり自分の母親が死んでしまった時のことがフラッシュバックされるんですね。ピアニストとしてまた立ち直ろうとしていた時に、また新しくできた自分の大切な人がまた消えてしまうかもしれない、そういった葛藤の中で強く生きていこうと一人の14歳の音楽家が葛藤しながらももがきながら生きていく、そんなお話です。しかしこの光成くん実は片思いなんですね。この香里ちゃんには好きな人がいます。光成くんの大親友のサッカーが上手でモテモテイケメンの男の子。でもこのお話の最後に4月は君の嘘というその嘘の意味が明らかになるんです。この漫画音楽漫画です。漫画だからもちろん音は聞こえないんです。でも絵と言葉と表現でクラシックを知らない私でも足のつま先から音が流れているような感覚になります。そして熱いものが込み上げてくるんですけど、最後には自分でも気づかないうちに涙がずっとこぼれているような、そんな素敵なお話です。4月の桜の花を見ながら皆さんもぜひ4月は君の嘘読んでみてください。かおちゃんみたいになりたいな。